秘密のお留守番の都市伝説裏技小ネタやってみたイエーイということで、秘密のお留守番の小ネタやっていこうと思います。ついでにここのゴミ箱開けてあげようかな。誰か取るかな。特に人がおらんね。ポチッと開けまして、まあ誰も見てなさそうだな。いや、ゴロゴロゴロ、あ、ドアが閉まっちゃう。ここのドア完全に閉めることできるんかな。ちょっとやってみるか。誰も入れないように和室エリア、洗面所、お風呂場エリアに誰も入れなくする裏技。ほらほら、閉めれるな、これ。え、やばくね。まあ、でもあれか、開けれるんかな。あ、閉めれたこれ誰も来れんじゃん。え、大丈夫これ。閉めてしもうた。でかすぎて分かりにくいけど。え、完全に閉めてしまったんやけど。これでさ、もうここにさ、俺がここにおったらさ、誰も来れんのじゃん、ここ。やばくないこれ。やばい技見つけてしまったかもしれん。一回戻ってみて、違うのにして、で、もう一回スイカにするだろ。で、スイカにして、閉めた人は責任持って、開けに行こう。あ、でも閉まっちゃうな。え、ほらほら、いけんくなっちゃうやん。ペパロニーじゃねえ。これなんっけ。唐辛子がさ、開けれんやん。かわいそうに。俺に意地悪されて。で、これは、俺開けれるんかな？いける？あ、いけるわ。あ、なんかこう、鍵というか、引っかかってはないわ。押せば開けれるんや。重たいやつで。あ、なんかくしくも一個見つかってしまったな。秘密のお留守番小ネタ一つ。和室に続くドアは閉めることができる。そして小さい食べ物では開けることができない。おー。スイカで、秘密のお留守番小ネタ。洗濯機のドアを閉めることができる？よいっせ、よいっせ。スイカ限定かな？誰かおるかな、中。おらんか。よいっせ、よいっせ、よいっせ。これで閉めると、閉めた？まだ？もうちょっと。あ、閉まった。閉まると、勝手にスイッチがついて、水が回ると、洗濯機が動き出すと、これ中に入っとったら回転されて、回されるけね。現れるけね。あ、くしろ入っとる？入ってないか？気のせいか？入ってないわ。ちょっと待つと、スイカが来た。ずっと来てくれるよ、この人。で、しばらく待ってみます。ブイーン。で、洗濯終わりました。で、開くことができると。そういう小ネタでございます。体重計スイカで乗るとどうなるん？あ、痩せすぎなんや、結局。これなんかさ、10人ぐらいで乗ったらダメなんかな。ちょっと乗ってきてくれんかな。あ、いい。非常に協力的でありがたい。どう？これ二人乗ると痩せ、あ、痩せ気味になった。痩せ気味。はぁ、痩せ気味になるんや、これ。あ、座った。かわいい、これ。かわいい。座ってしまった。あと、冷蔵庫に入れるというやつか、やってみようか。キャベツじゃねえや。キャビアになってみて、なんかこの辺から、冷蔵庫に入ろうとして、入ろうと思った瞬間に、もうちょい上だな。手前というか、この辺かな。この辺から、こうした状態で、はいとすると、これで、あ、入った、今見えたもんな。冷蔵庫これ今、ここにさ、ここわかる？この、パンケーキの右にさ、今俺、キャビアが入ってったよ。で、これか、中もう、あ、中入ってきた。すげえ。冷蔵庫の中、ブロッキシーって書いてある。ブロッキシードリンク。コーヒーかな？これは？アクアフィーナ。これなんかにっこりマークで顔、文字はちょっと読めんな。ソーダか、ソーダ。チルソーダ。リラックスソーダみたいな。あ、すげえ、入ってこれた。あ、しかも結構ちゃんと奥行きがある。ある程度入れる幅がある。出れんのかな、これ。キャビアの力では、開けれないか。これそのうちあれかな、アップデートでさ、ここになんか果物追加されたりするんかな。そういうことなんかもな、もしかしたら。あ、ドア開けれんな。埋まるけど。さあ、ということで、チーズで行くのは、この狭い場所。キャビアでしか行けないと思っていた、この細い場所が、実は、行けるようになると。あ、その前に、ちょっと、チーズの説明を見せなきゃいけんか。小さいチーズのかけら、ネズミと親友でよくネズミの家に遊びに行って隠れんぼをしていると。ネズミの家のね、奥の方で手に入るキャラクターなんですけど、こいつで、取った後にもう一回、ネズミの巣に行くと、まあ入れるんや、こうやって。どっかにね、ネズミがおるはずなんやけど、ドゥン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 、聞こえんな、ネズミ。おらんな。どこだ？ネズミ会えんな。追いかけられんのや、ほんとに。全然近づいてこんもんな。あ、おったおったおった。ネズミ！
あれネズミガン無視された、ガン無視されたぞ。友達じゃないのか。あ、ネズミネズミ。あ、捕まらんわ確かに。なんか別に友達という対応はしてくれんけど、食べられて入り口に持っていかれるというのはないわ。そうなんか。これ最初から使えたらいいのにな。最初から別の場所でチーズ捕まえれてさ、それでこのエリア簡単になります。やったらよかったのにね。はい。そしてここでベランダを抜けることによって、ベランダに来ました。はい。よし。で、ここ実は登れると。ベランダのこの物干し竿。物干し竿の上に登れる。ほい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 。脱出するぞ。で、ここがちょっと難しいよ。ここがちょっとなんか、ふいっと行くことによって、ほいほいほい。あ、めっちゃすげえ。お、高っ。怖っ。すげえな、これ。何階建てないの ?200 階建てぐらいあるぐらい。もう、地面全く見えんよ。ちょっと行ってみますか、この辺。洗濯物がいっぱいあるな。干してるなぁ。お母さん干してるなぁ、今日も。スポーツ、なるな。英語 T シャツやな。サップ。サプレーム。シュプリームの偽物があるぞ。スプ、シュプレーム。シュプレーム。これ気づかなかったな。うわやばい、ちょ、あ、助かった。助かったけど、ちょっと落ちるわ、こっから。落ちるとどうなるのか。行くぞ。はい。あー。月が見える。地面に月が見えた、今。あ、こっから帰ってくるんや。で、次の小ネタ。卵。卵は無限に転がることができる?よし、やってみよう。ほい。いけ。これでスティックを倒し続けていると、スティックというかパソコン版なので、ダブルボタンを押し続けていると、あ、すごいな、これ。あ、でも終わった。こんなもんか。コロ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 。ずっとは無理か。ずっとは無理やけど、ある程度、ある程度結構、ある程度転がることができるだな。次、スイカで、ゴミ箱の中のやつを一人で取る方法。これね、これ本来二人じゃないと無理なんですけど、これまずスイカで一人で開けて、ポチッと開けて、よいしょ、開けて、ですぐにキャンディーケーンにせなきゃいけんのかな。ちょっとね、俺が見た動画では、海外 YouTuber は、キャンディーケーンでやってたんで、キャンディーケーンでやってみるんですけど、これでホイッと行くと、あ、すげえ入れた。これでも確かね、俺もこの方法で撮ったよ。なんか奇跡的に。奇跡的に撮ったよね。これか。サラダの葉っぱか。サラダの葉っぱを一人で撮る方法。これは使えるな。便利小ネタだな。攻略法だったな。はい。続いての小ネタはですね、枝豆夫人。枝豆夫人との戦闘で、まあ、面白というか、ここで俺はやられてしまうんですが、帽子にやられて、はい、やられてしまって、味方になってしまうんですが、味方頑張れというところで、これ、お豆回収して、やられてしまうんですが、最後の最後に3個目が入って、相打ちと。相打ちになって、失敗したかと思いきや、手に入ると。豆をかけて手に入るというね。失敗の感じで、この人何やったっけ?羊卵が喋ってくるんですけど、なんかね、豆をゲットできたというね、面白い映像ですね、これは。メロンパン?上のボコボコは硬いが、お腹はぽよぽよしている、潔癖症なので床に体が触れると怒ると。これがね、実は本当に、そうらしいっていう。じゃあなんか汚い感じのとこ行ってみる?汚い。潔癖症が嫌がりそうな汚いとこ行ってみよっか。やっぱトイレだろうな。なんかトイレのこの辺とかさ、汚そうじゃないなんか。おしっこ飛び散ってそうな、この辺でどうしたらいいんだ?ラグドールすんのか?ラグドールすると?あ、でも別に普通に、あっむっ!ってなった。怒った。これが怒っている状態か。むっ!あー、で、ちょっと待つと、むっ!怒っている。怒ってます。かわいいなぁ。ということで、秘密のお留守番、都市伝説でした。みんなが知っている都市伝説あったらコメント欄に書いてってね。それではこの動画が面白かった人、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。